あなたは苗を買いますか、種をまきますか、それとも人間やめますか。人間。私はお腹が痛いです。苗をね、買った方がいいものと、はい、まあ買わなくても種まきでいいものというのの、うん、お話をね、はい、今日はしてみたいと思います。どうも、岩崎です。どうも、ママです。あ、純善ジャマン2号です。2号です。すり鉢がないです。おう。今日は、もうすぐ夏野菜の植え付け真っ盛り、ゴールデンウィークですね。イエイ。苗を買うべきか、種をまくべきか、うん、あなたはどっちみたいな。どっち。そういう動画です。うん。まあ、うちはね、もちろん買う苗もあるんですけど、これ今種まきをするところで、今日はね、この、姫冬瓜、冬瓜、うん、この冬瓜のね、苗をとか種をまきながら、はい、買った方がいい苗と、買わなくてもいい苗というか種まきした方がいいというやつと2つ、ね、野菜に種類があるので、その辺をもうあくまでも横着栽培をベースに、ベースにね、はい、考えたいと思っております。はい、でですね、まず、買った方がいい苗っていうのはですね、うん、まあ、ゴールデンウィークを目標に植え付けをすると思われるので、うん、一つずついこうか。はい、まずは、ナスビやね。あ、ナスビね。うん、ナスビは、苗はもう買った方がいいんじゃないかと。買った方がいい。うん。その理由は、まあ、どの苗も一緒なんですけど、種をまいてから苗にする期間が長いんですよ。結構長いです。だからゴールデンウィークに植え付けようと思ったら2月ぐらいに種まいとかなかった。結構やな。で、2月ぐらいに種まいたら寒いから育苗のほっかほかし、うん、設備がいったりするの、うん。そんなんな、俺ないし。な、俺ないし。ないし。なので、うちも水ナスの苗は買います。はい。はい、で、あとはちょこっとね、やっぱりまあ、難しいというか、うん、その寒い時期に種まかなあかんから、うん、で、寒い時期に種まくとね、その、うまくゴールデンウィークぐらいにちゃんと苗になってればいいんやけど、うん、なかなかそうはなってないんでね。だよな、うん。まあね、次にね、二つ目に買った方がいいのは、ピーマン系ね。あ、ピーマン系ね。ピーマン、あとは、なんとか南蛮とか、なんとかししとうとか、うん、なんとか唐辛子とか、うん、あとパプリカとか、うん、そういうやつは、うちもやったことあるのよ、直接種まいて。そうね。2月ぐらいに種まいて、でもほかほか施設がないから、うん、だいたい今頃で、まだこれのちっちゃいこんなんかな、あ、うん、売ってるやつはもうはーんでかいよ。そうだよね。まだちっちゃいぜ、みたいなことになるんでね。なので、ピーマン系も、その、2月ぐらいに種まかなあかんし、うん、大きくならないので、まあ、買った方が、早いかな。早いかな。だいたい買うよね、うちもね。うん、甘長唐辛子とか種まいてやったこともあるけど。そうだね。やっぱ遅いもんな。遅いなぁ。だからね、あれやろ、うん。一番下の子が生まれた年やから、2016年か。ママがちょうどその植え付けの時期が出産でさ。はいはいはい。パパ一人で、はいはいはい、なりながら植え付けしてて。はいはいはい、うん、結局その甘長とかも自分で育苗してやったけど、植え付けたのはもう5月の、もう、岡田6月入ってたよね。ああ、うん、そうやったかな。うん。もうそれでもまだちっちゃかったもんな、苗がね。なので、まあ、ししとう系とかピーマン系も出遅れするんで、うん、まあ、苗で買った方がいいかなと思いますな。売ってるしな、うん。売ってるし、売ってるし。あとね、トマト、ミニトマト。あ、トマト、はい。この辺もね、ゴールデンウィークに植え付けするんなら、もう苗は買った方がいいですね。まあそりゃそうやね。今から種まいてもパニック。そりゃそうだ。そう。ただ、その2月ぐらいにね、種まいてとか、もう、まあできんことはないんやけど、うん、まあまあ、いらん、いらんというか。いらん。いらん。ちゅうかね、でもね、ミニトマトとかはね、トマトはね、今から種まいて、今から、うん。7月の定食で、9月、10月取り。ああ、秋取りだ。秋取りで、目標、ほな10月から取ったら10、11、12ぐらいまで取れたりするのよ。おぉ、うん。で、それも路地でね。うん。それで行くんやったら今から種まいてもいいかなと。ああ、それも面白いね。うん。なんでかっていうとな、トマトってな、
あの夏野菜のあったかい暑いイメージあるけど、うん、実はねあの湿気を思いっきり嫌うのよ、はい、だからあの今から育てるともう梅雨真っ盛りやん。そうだね、6月、うん、梅雨のもう湿度だらけの時になって、ほんで、7月の、うん、あのあれ取れ出す頃って言ったらさ、うん、もう梅雨が終わったけど、うん、真夏でもう湿度ムンムンやん、うん、あっちあっち、うん、あっちしで、やっぱ美味しくないよね。まあまあ、うん、10月取りを目標にするとこの、うん、暑い時期とか湿度の高い時期、うん、雨の多い時期をスルッとなんとかちっちゃい間に、うん、あの病気になる確率もちっちゃい時の方がまだマシやから、そこはね、うん、大きくなるとすぐ病気になるやから、うん、年取るとな、うん、まあ、みんな人間もそうやで、実が取れる10月ぐらい、まあ、台風とか秋雨は来るんやけど、うん、まあでも夏よりは湿気はないから、湿気がね、うん、だから乾燥してるから、うん、そっちの方が気候はね、合ってるんよね。合ってる。トマトには合ってる。うん。だって、ほんまの、あの、美味しいトマトはみんなな、プロは、冬に作るからな。冬に、あの、ハウスの中で。完全管理してね。そうそう。あの、ある程度な、乾燥した状態になりや、うん、冬はな。うん。その状態で温度をな、管理して、水管理してって、美味しいトマト、冬の方が作りやすいからな。うん、でも、家庭菜園とかさ、路地で作る人は、それはできへんから、まあ、この時期に種をまくっちゅうのもありかもしれないですね。うん、まあ、ということで、まあ、種をまくというよりも、まあ、苗で買えという話なんですけど、苗で買う、パターンではもう一個ね、あって、おあれやな、接ぎ木苗。接ぎ木ね、うん、あるやん、うん、あるある、まあ、毎年、まあ、そんなに折れへんけど、同じとこキュウリ植えるとか、あ、同じところでスイカ植えるとか、うん、ね、まあ、そういうのとか、ちょっと病気がちで、何年か病気続いてるとか、うん、な炭素病が出てしもたとか、うん、そういう場合はあの継ぎ木を使うといいんですけど、うん、継ぎ木って自分で作るとなかなか難しいし な、それなりに設備いるしな、確かにな、うん、なので、まあ、ウリ科の継ぎ木はそんなにあのめちゃめちゃ難しいってこともないんやけど、うん、俺はやってないな。そうやね。で、やっぱもう継ぎ木の苗やったらもう買った方が、失敗したらめんどくさいからね、うん、なのでナスビ、トマト、この辺も継ぎ木やね、あらあら、継ぎ木苗を買う場合は、うん、あのもう自分で作らずに買った方が早いかなと思いますな、ね、はい、うん、はい、次、直巻き、直接巻いた方がいいもんね、うん、この冬瓜もそうなんですけど、うん、うちはキュウリとか、こうやって出てますね、キュウリとかね、はい、あとはオクラ、今、かぼちゃと青じそも巻いてるかな、うん、で、これからこの冬瓜ね、今から巻くんですけど、その辺ね、もうズッキーニはもう植え終わって畑にドーンと居座ってますけど、はい、もう今こんな感じですな、うん、こんな感じで、まあウリ科が多いかな。確かにね、うん、ウリ科とかあとはのものは直巻きで、まあ未生苗ってやつですね、うん、こうやってね、ちょっと巻きます、ね、はい、うん、で、それ以外でいくと、こっからやったら種巻きでもまだ間に合うのは、空心菜。お、空心菜いいね。直巻きでもいいけどな。うん、あとはモロヘイヤ。モロヘイヤね、うん。あとはバジル。おうおう、青じそ。いいね。この辺はもう直巻きで。まだ全然。うん、もう売ってるけどな、苗はな。売ってるね。うん、まあスタートダッシュかませて、あの早めにできるから、うん、今からまあ苗を買って植えるとか、1個2個とかやったらもう苗で済ますとかいう方は、あの苗買ったらいいと思うんですけど。うん、まあね、何個かちょっと作りたいなって思う人は、うん、もう直巻きで全然間に合うので、全然ね、うん、だってオクラだってな、毎年うちはなぜだか7月1日に取れ出すよな、はい、なぜかな、なぜかね、まあ、種まき多少早まろう収まろうな、そうだね、あとはなぜだか10月31日に終わるよな、ピタッとね、うん、あれ、まあ、11月まで行くかな思ったらいつも10月の31日で終わるよな、もうへこたれるね、うん、うん、だからまあ別に苗でそんなオクラなんか買わんでも種はいたらええかなと思いますし、うん、あのオクラは結構ね種取りしてる人もおるよな、あーできるんだ、できるできる、うん、あの人もやってんやん、はい、あの人もどの人やねんだからその自分の種取りしたもので取れるんやったらそれはそれでな、まあ面白いしな、確かにね、まあ普通のこんな F1 の品種はなかなか難しいけどな、うん、うん、うちはねオクラはね、あのまあオクラの動画また撮るときに言おうか思うんですけど、うん、
品種は選びますよ。毎回種買うよ。うん、なんでかってね、オクラってね、まあ、考察はせえへんと思うわ。青いかやからな、うん、周りにそんなあるかないだろうが、まあ、ただやっぱね、色が濃くないと売れないのよ。はいはいはい、はい、色が濃いと売れるのよ、うん、だから濃い品種を濃い、うん、やった方がまあ売れるからね。ね、うん、まあご自宅用で食べる場合は関係ないやつ。まあまあまあ、うん、まあ、そんな感じでですね、苗を、買った方がいいのか、うん、売った方がいいのか、うん、売った違う、苗を作る、そう、作った方がいいのか、うん、っていうので、まあ、苗買った方がいいものはナスビ、ピーマン系、あとは、今植えるトマト系、まあ、ナス科の野菜やな、うん、あとはこれからやったら接ぎ木の苗か、うん、ぐらいかな、うん、あとはまあ自分で作ろう思ったら作れます、うん、ただそんだけも数いらんねん、ズッキーニ2本で永年とかしたらまあ苗で買う方がいいかもしれんけど、結局苗がな2キュッパで種1袋買った方が安いかったりするからな。あとなんか野菜、ママこれはどうしたらいいってある？あー、でもこの前1個買うてきたのはさつまいもかな。おお、さつまいもの苗よな、うん、もう売ってるの買うた方が早いわなね、うん、であれ刺しといて、うん、ここらやったらもう一番初めにまあ5月ぐらいに植えて、うん、うわー大きなってきたら、うん、ね、6月下旬ぐらいにブチブチって切って、うん、それ刺したらまた増えるからな。おー、増えるか、増える増える、いいね。あ、あと枝豆や。あ、枝豆、枝豆はね、自分で巻いた方がいいよ。おー、早いよ。うん、まあ、こんなポットで巻いてもいいし、直巻きでもいいし、うん、まあ、直巻きはあの鳩がチュンチュンしないように ね、鳥さんに食べられないようにせなあかんけど、でかかったところにね、うん、あとトウモロコシか。ああ、トウモロコシも確実に食えたらもう自分でね、こういう育苗というか巻いて、うん、すぐ出てくるからな、うんうん、ただトウモロコシはさ、あの種をなちゃんとしたところで買わんと、うん、変なところで買うと発芽率急激に落ちるからね。ああ、やっぱり、うん、それぐらいかな、注意するところでね。あと注意するっちゅったらね、サバの、お刺身というか、はい、木寿司でもね、木寿司、しめサバね、はい、ねさっきイカメラ飲んできましたよ、イカメラ。パパがね、で、あ、2匹おるなー言って、アニサキスちょんちょんって取ってもうて、もう昨日、おとついの夜からやろ、ちょっとしんどかった。もう激痛というか、もうお腹ギューって、ね、締め付けられるように痛くってさ、なんでやろう思って、昨日一日もう仕事できずに寝てて、うん、夜にママに病院に来いって言ってな、そうそう、ほんなら今日の朝から胃カメラ飲んでくださいって言われて、胃カメラ飲んだら、うん、でなりながら飲んだら、うん、あー2匹おるなちょんちょんって取ってもろて、あーまたおるなって全部で5匹見ました。でこれ、これがおったらねって見せてもらって、お写真撮っていいですかってあげるよ言われて持って帰ってきたけど、まあ別に写しませんけど、さすがにね、息子にあげようということで、あのサバを、食べるときはしっかり噛んで食べましょう。参ったよ、もうお腹いった。仕事、この動画だってさ、もう撮られへんからな、昨日のとついと、そうそうそう、もう撮られへんからどうしようって、今日そのまますぐあげますからね。今日なんぼがため取りやな。うん。おお、参った参った。参った参った。だからね、あの、治ってよかったけど。よかったね。もうこの話は全然余談やけど、はい、アニサキスはきつかったな。ねえ、初めてやな。初めてではな、結構ね、そうそう、多いっていうのは。そうそう、うん。初めての経験。そうそう。ね、まあ食中毒というか、まあ食べ物をね、いろいろ注意しないといけないですね。ね、うん、まあ野菜もね、食中毒ね。あ、今度食中毒が起きる野菜とか、そんなんやります。あ、そうだね、うん。そういう動画も。面白いね、それやります、うん、はい。なんか痛い、まだまだ噛んでる、まだちょっと噛んでんじゃん、噛んでるというか、あのあれよ、あ、いいよ、パンパンに膨らましたから、うん、やっと止まってきたけど、ゲップとおならがすごかった、さっきまでね、皆さんもご注意ください。はい、残っちゃうということで、今日はですね、苗を買った方がいいもの、買わなくてもいいものっていう動画でした、うん、はい、よい、はい、じゃあそれでは皆さん、おしまいです、さようなら。